こんにちは、吉谷さん。私の動画で吉谷さんと呼びかけているその裏で、吉谷拓郎という方がね、私に返信の動画をいただいていることをご存知の方とそうでない方といらっしゃると思います。私はですね、この億万長者合宿シリーズもうね、1年以上リレーをしてるんですよね。多い時には1日に 4,50 本の動画のリレーをしました。で、今はね、基本的には1日1本のやり取りなんですよ。で、その1本のやり取りで私がね、何を得てるのかということなんですけども、特に吉谷さんが私に何かをね、教えてやるとかね、指導だってことはないです。私も同じです。でも、お互いにお互いの発信から勝手に学び取って、そして盗み取って自分の力にしてるんですよね。まあ、ですので、次の動画が来るのがやっぱりね、楽しみでもありますし、次の動画が来たらどんな返信をしようかなっていうふうに考えていく、新しい頭脳を動かしていくのは非常に楽しみですね。その中で今回、目の前の人にセールスするっていうね、こんな至極私からしてみると当たり前のメッセージをいただきました。でも、ここからね、自分にとっては当たり前だけども、でもここから何を学ぶかというと、多くの人はこれができないんだというこの発見なんですよ。もちろんこの発見、今まで何度となくしていきました。人はですね、目の前の人に500円です、1000円です、20万です、50万です、100万です、3500万ですって言えないんですよ。で、私はね、今までいくつかの商品を買ってきましたけども、ここ1年でこれは高かったなっていうのが、750万、もろもろ込みで890万っていう商品なんですよ。890万。これが何かというとですね、40年前の中古の車ですね。中古の車です。この1年その車にたまに乗ってきましたけども、まあ乗るたんびに壊れたりとかね、乗るたんびに修理がいるとか、ガソリン代は高い、リッター3リットル、税金も今来ましたけども10万超えですよ、ね、こうやってお金すごくかかるんですよね。所有してからがすごくかかります。買った時からではなくて、買ってからがかかります。こういったお荷物みたいなのを私は頼んで売ってもらったんですよね。頼んでですよ、目の前の人に売ってくださいと。いくらですかって聞かなかったです。これを売ってくださいって言いました。いくらでも買いますという意思表示です、ね、私はその時に一つのどうしてもお金よりも欲しいものがあったんで購入しました。で、逆の立場でね、ビジネスを仕掛けるものとしては何をすればいいかってことは、お金以上に人が必要としているものを作り出して、そして目の前にこれを買ってくださいと、いくらいくらですっていうことなんですよ。で、これができないってことはね、一つは勇気がない、ビジネスができないっていうことにもなりますけども、もう一つの理由として考えられるのは、目の前の人がお金以上に大切にしようとしているものがわからないってことなんですよ。要するに人の気持ちがわからないと言ってもいいですよね。で、ビジネスをしている人っていうのはある意味ね、人の気持ちがわかる人なんですよ。これだったら30万を安いと思って買うだろうと、80万を無理してでも買うだろうと、今の自分には絶対にこれが必要なんだと、なんでこの人は自分に必要なものを売ってくれようとしてるのか、そして自分の必要なタイミングで自分に声をかけてくれるんだ、感動だ、自分にこの一人用の動画を撮ってくれるなんて、なんてありがたいんだと思うわけなんですよね。で、私たちはこの人がこれだったら喜ぶだろう、これだったら胸に届くだろう、響くだろうっていうものを日々作り出してるんですよ。そのうちのほとんどはハズレです。ハズレなんですけども、ずっとやっていくとですね、たまに当たるんですよ。やっぱりね、100発100中ではないです。私たちもただ何回も何回も投げかけることによって、必ずね、その琴線に、金線に触れるものがあります。心を動かすものがあります。それを探す旅なんですよね。で、それを探すために何をすればいいかっていうと、このね、 YouTube っていうのは本当にね、自分自身をどこまで掘り下げられるかってことなんですよ。今私ここまで熱っぽく話してますけども、何のメモもありませんし、このカメラをね、ずっと見据えたままです。私の経験と知識だけで話してるんですよ。で、次にどんな言葉が出てくるのか私にも分かりません。喋ってると次の言葉が出るんですよ。誰もいません。一人との対話なんですよ。一人でこのカメラに向かって話し、そして起承転結のオチをつけて、終了するわけなんですよね。で、これがですね、どんな順番でどんな次に展開になるのか私も分かんないんですよ。私の発した言葉が次の言葉を、ね、引き出してくれるっていう、こんな感じなんですよね。で、ここまで来たわけなんですけども、結局ね、今回の動画で何が言いたかったのかってことなんですけども、ビジネスっていうのは自分をどれだけね、掘り下げられるかってこと、そして相手の気持ちがどこまでつかめるかってことなんですよ。そのために私は速稼塾という塾をやってますし、吉谷拓郎さんという方はですね、ドリームアカデミアというものをやってます。どこまでも自分の対話なんですよ。自分はなんで今までできなかったのか、何から逃げてきたのか、そしてこれから何に向かっていくべきなのか、何を乗り越えるべきなのか、この自分への対話なんですよ。で、これができない人は詐欺られたとかね、高いんだとかね、
もう売るなとかね、またセールスかってなるわけなんですよ。その通り、またセールスですよ。私たちはビジネスをしてるんですよ。ビジネスをね、ビジネスをするってことは365日24時間100人にやったら100人ともにセールスをかけます。セールスをかけない人はたとえ家族でもいません。絶対にこの人を攻略してやろう、そして、ね、この人がお金を出すほどに大切なものは何だろうっていうふうにいつも探してるんですよね。それは私の奥さんに対してもそうですよ。この人はどういうふうなことだったら喜ぶだろう、どんな未来を望んでいるんだろう、どんな私になることを期待してるんだろうってことをいつもいつも考えていきます、まあ、ですんでね、基本的に離婚がないという争いがないわけなんですよ、綺麗にまとめるとすればそんな感じですかね。でもこれは本心なんですよ。自分の我を通すために目の前の人を利用してやろうって気持ちではないんですよね、自分がどのくらいこの人に応えれるのか、この人に尽くせるのかという、もう自分をどこまで掘り下げられるかの勝負、そして目の前の人が何を欲しがっているのか、お金以上に大切にしようとしているものは何なのかってことをね、探求する旅なんですよね。今回の億万長者詳しくは以上でございます。